2ヶ月前、このチャンネルにおいて一軍出場がない中堅ベテラン選手について取り上げました。そして2ヶ月経った今、各チーム100試合以上消化した時点でもまだ一軍出場がない中堅ベテラン選手が各球団にいる状態です。そこで今回の動画でも、100試合以上消化した時点でも一軍出場がない中堅ベテラン選手を各球団ごとに見ていきたいと思います。今回は西武、ヤクルトについて。まずは西武について。前回の動画で取り上げてからこの2ヶ月間で一軍出場を果たしているのは以上の2選手で、斉藤雅人選手は途中守備で1試合の出場、岸選手は32試合に出場し、打率1割9分6厘、3ホーマー9打点、OPS552 の成績。サヨナラホームランを放ったり、ここぞの場面での存在感を放っています。西武としては、故障中の選手、育成選手の中堅、ベテラン選手がおり、支配下の選手で言いますと、まず岡田選手。4月に左足の大きな手術を受け、今シーズンの復帰は絶望となり、来シーズンの実戦復帰を目指す形となっています。そして同じくキャッチャーの中熊選手。シーズン開幕後の5月に右肘の手術を受け、実戦復帰まで3ヶ月近くかかるとの報道。3ヶ月近く経ちましたが、まだファーム公式戦での出場は、手術を実施して以降ありません。また育成選手では投手2名が該当し、大卒6年目の斉藤博正選手はここまで32試合に登板、防御率 2.83、 ウィップ 1.20 の成績を残し、被打率2割1分8厘、 KBB2.85 の値とまずまずのスタッツ。オフに一度自由契約となるので、そこで球団斉藤選手がどのような選択を取るか。大卒5年目の阿波津選手はここまで24試合の登板で防御率 1.70、 ウィップ 1.09 と圧巻の成績を残しており、 KBB が 1.59 とコントロールの安定さはないものの、被打率が1割台と低く、ウィップも低い値に。斉藤選手と同じくオフに一度自由契約となるので、球団選手自身の選択に注目です。他球団からの需要もあると思いますので、果たして。続いてヤクルトについて。前回の動画で取り上げてからこの2ヶ月間で一軍出場を果たしている選手はおらず、状況は前回と変わっていないといったところ。前回と重複する部分がありますが、未だ一軍出場がない選手を見ていきたいと思います。まずは原選手。ここまで13試合に登板し、45イニングを投げ、防御率 5.00、 ウィップ 1.73 とかなり苦しい成績。KBB 1.42 と制球力の指標が低く、被打率が3割2分6厘と高すぎる値。投球内容も不安定さが目立ってしまっている現状です。先発のやりくりに苦労していた時期にも1軍に呼ばれず、2軍でも投球イニング数は6番手となかなか厳しい立場となっている原選手。このままですと、キャリア初の一軍登板なしでシーズンを終えることになってしまいます。そして大卒社会人を経て6年目のシーズンを迎えている大下選手。今シーズンここまでは27試合に登板し、防御率 6.66、 ウィップ 1.64 の成績とかなり悪い数字となっており、被打率も3割4分6厘と高すぎます。原選手と同じく、ここまでのキャリアで一軍登板なくシーズンを終えたことがないので、このままですと
キャリア初の一軍登板なしでシーズンを終える形になってしまいます。また育成ピッチャーにも該当する選手がおり、右肩の肉離れから実戦復帰を果たした近藤選手、ここまでイースタンリーグ8試合に登板し、防御率 0.00、ウィップ 0.63、被打率1割4分3厘と安定した投球内容を見せており、離脱する前に一軍で見せていた姿が徐々に戻ってきています。オフに一度自由契約となりますが、おそらく球団、近藤選手ともに残留を望むでしょうから、来シーズン以降楽しみな存在です。野手ではまず松本直樹選手、イースタンリーグにここまで43試合出場し、打率3割3厘、3ホーマー17打点、OPS800 と素晴らしい成績を残しています。これだけ結果を残しているものの、未だ一軍出場がない松本選手。現在は一軍に帯同していますが、3番手の扱いとなっています。昨シーズンもファームで結果を残すも、一軍では10試合の出場に終わり、なかなかに不遇な選手となっています。他球団であれば、もっと一軍での出場機会を得られるのに、とも個人的に思っている選手です。今年36歳を迎えたベテラン、荒木選手。ここまでイースタンリーグ53試合に出場し、打率2割4分5厘、11打点、OPS594 の成績を残しています。昨シーズンまでは、代打、守備固めとして一軍で起用されていましたが、一軍で代打起用がここまで多いのは、川端、宮本、浜田、青木選手で、途中守備での起用が多いのは、竹岡、並木、丸山、山崎選手。また、内野を守れる右打ちの選手としては、今シーズンから新たに三ツ俣、北村選手が加入と、立場的に厳しくなってきているのかなと感じられる荒木選手です。そして、5年目のシーズンを迎えている松本優選手。ここまでイースタンリーグに76試合出場し、打率2割6分、5ホーマー38打点、OPS724 の成績を残しています。内外野、複数ポジションを守ることができ、使い勝手の良い選手ですが、一軍には呼ばれず。昨シーズンは、2軍で13ホーマー、1軍でも打率3割5分3厘と結果を残した実績もありますが、先ほどのキャッチャー松本直樹選手と同じく、松本優選手も少し不遇に感じてしまうここまでのキャリアです。また、育成野手にも該当する選手がおり、3年目を迎えている松井選手は、ここまでイースタンリーグ66試合に出場し、打率2割7分1厘、3ホーマー26打点、OPS752 の成績を残しています。6月以降、ファームで素晴らしいアピールを続けていましたが、離脱してしまい、支配下契約を勝ち取れず、オフには一度自由契約となることが決まっています。支配下契約を勝ち取ったとしても、ヤクルトではなかなか出番というのが限られてきそうなので、オフに球団、松井選手がどのような選択を取るのか注目となる点です。今回は西武、ヤクルトの未だ一軍出場がない中堅、ベテラン選手について取り上げました。ファンの皆さんは今回取り上げた選手について、現時点での立場、去就をどのように考えていますでしょうか。ぜひコメント欄に書いて教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。